火球という大きいテーマなの。じゃあペリーは泡盛を飲んでたんですね。作っちゃいました。作っちゃいました。植物にとって居心地がいい状態に。いや、それ見たかったんです。これぞアースですね。今日は、これからバーで、カクテルを飲ませていただけるということで、はい、そのカクテルに使うためのこのハーブを収穫するところからお願いしたいんですけども、はい、今日は須田部さんにいろいろとご紹介をしていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、須田部さん、ここのガーデンを作られたということなんですけど。作っちゃいました。作っちゃいました、結構、自然派ホテルなので、昔から社長やら、はい、いろいろ周りを巻き込みながら、ここで収穫したものをバーで使いたいっていうのを、ゴーサインが出たので、気がついた頃にはできてましたよっていうぐらいのスピードでやりました。土台自体が、どっちかというと、粘土質というか、茶とかもちょっと混ざったりしてるので、もうまず1週間ぐらいでちょっともう徐々に午前午後でちょいちょい整地を始めて、でそれからですね、この琉球石灰岩、これをちょっと重ねて、このプロの方に教えていただきながら、こういった琉球石灰岩でちょっと囲ってっていう形をとって、バナナが収穫できるので、でこのバナナをとって、ちょっとバナナのカクテル、このバナナ作ったりとか、最高ですね。そうですね、無農薬バナナで。そうです、そうです。結構甘みと酸味がすごいバランスがいいので、EM 使ってますから最高ですね。なので EM 牛乳もあるので、ちょっとミルクと混ぜてバナナミルク作ったりとか。美味しそう。どういうハーブをなんか選んで植えていったのかって、もしこだわりがあれば教えてもらいたいです。そうですね、一番使うものはやはりミントがよく使うので、アップルミントとかいろいろ植えてるんですけど、これでもアップルミントってこんなに分厚いんですか？多肉植物みたいぽいですよね。皮の厚みもすごい出てきてて、でこれもカクテルに使うことがあるってことですか？で、あとレストランの方、バーではなく、レストランでもハーブウォーターって出してるんですよ。で、そのレストランでも使い勝手がいいようにちょっとレモングラスだったりとか。なんかですね、ハーブって海の近くの塩が強いところでは育ちにくいって聞いたりもするんですけど、塩で、植物が育ちにくいっていうことは特にない？特にないですね。土作りはやっぱり EM で、土だと思います。なるほど。やはり一番は土壌をどれだけ、この合った土壌を作るかっていうのが、植物にとって居心地がいい状態にするっていうのが多分一番ベストなのかなと。じゃあ今日はですね、地球というテーマでカクテルを作っていただきたい。地球という大きいテーマなので、できたらもううちが今育ててるハーブ全体使っていきましょうかね。ちょっとミントが多いので、ちょっとミントベースで、ちょっとモヒート調な、地球アースモヒートみたいな、アースモヒートいいですね。感じでいきましょうか。結構ディルとかもね、香りいいんですけど、やっぱディル可愛いですよね、見た目も。お、パセリも。そうですね、もうどうせならちょっといろいろあるものを使っていきたいなと思って、ローズマリーも結構よく入ってきてて。わあ、これもすごい。これ何ですかね、レモンみたいな香りしますけど。あ、違う、これはバームかな。これは EM 活性器ですかね。あ、そうです。これは何ですか。あ、これも、活性器をちょっと希釈して詰めて、でそれでスプリンクラーで時間的に噴射してるんですね。これってもしかしてレモングラスですか？そうです。お化けみたいになってる。そうです。お化けみたいになっちゃうんですよ。で、バジルとかあったりで、やっぱり季節によってバッタとかがすごくて、美味しいんでしょうね。へトマトもね、いろいろ農法が結構ギリギリまで水をやらずにとかあるんですけど、そんなこう厳しくやって甘みを糖度を出すっていうのもあるんですけど、うちの場合は結構水やってても
結構糖度が高くなるので、そこまでスパルタで厳しくしなくてもいいのかなと思ってて、うん、じゃあお水もあげてるんですね。あげてますね。これバジル系の香りが、あ、バジルです、ね、します。こっちバジルです、うん、バジルってなんかこうイタリアの料理のイメージが強いんですけど、そうですね、カクテルに使うこともあるんですか？ありますよ。今回も入れましょう、バジルも。楽しみ。結構あのレストランでピザとかも出したりするので、うんうん、はい、でその時にこう使うんですか？そうですね、バジルとかでアクセントはやっぱりいいので。でもあれですよね、一つのグラスに果たして入るのかっていうあのモヒート調で行くので頑張って楽しみやってみ。では、はい、じゃあ参りましょう。地球作りますか？ちょっとアースカクテルを、はい、作りましょう。いらっしゃいませ。はい、失礼します。はい、こちらメニューですね。はい、はい、あの地球カクテルをお願いします。はい、はい、ではでもちょっと見たい。ここで作るじゃないですか、はい、作って、うん、で結局このお客さんに出して回収したこういった果物とか、うんうんうん、あいた残りはちょっとここにあるんですけど、おここであのこうフルーツとか、おでこれを堆肥にわしてます。じゃあこれが農園に、農場に行って、そうです、堆肥に変わってるんですね。そうです、そうです。なのでこううまい具合に回していけてるかな。いや、それ見たかったんです。やっぱりね、どうしてもすごく量が忙しい時なんかはフルーツとかもすごい多く出るので、そうか、ちょっともったいないなっていうのがあって。でも堆肥になると思えばですね、循環しているから。そうそうそう、循環して、素晴らしい。お、そのレモンは、これが沖縄県産、場所的に恩納村、恩納村、ちょうど沖縄の真ん中よりですね、はい、そこで作ってるレモンですね。ちょっとこのレモンも使いますね。須鍋さんはずっと沖縄なんですか？はい、なんか沖縄の歴史に詳しいぞという噂を聞いております。あの歴史というよりか、はい、お酒、泡盛とか。あ、お酒の。そうですね、まあ歴史とちょっと絡めたりとか。でこの土地柄、ここってペリーが来たんですね。あの日本に来たのが1853年かな、はい、でその前に来てて、うん、でおそらくこの近くを歩いてたかな。実際この近くの中城城跡ですね、そこを歩いてるんですよ。記録も残ってて、でその時にペリーさんが泡盛を飲んだ。その時は泡盛って書いてないんですけど、この秘書官のテイラーさんっていう方がすごい分かりやすく説明文を残してて、小さな灰でリキュールのような甘さって言って、まさにこう泡盛の空数、古酒の表現なんです、ね、なるほど。じゃあペリーは泡盛を飲んでたんですね。間違いないですね。すごい。間違いなく飲んでますね。バーテンダーになろうと思ったきっかけってありますか？きっかけは何だろう、作って出して一瞬でなくなるっていう、なんかちょっと変なアート的な感じがあるので、なおかつ喜んでいただけるっていうのであれば。普段はどういったものを飲まれてます？ビールです。あ、いいですね。うちのスタッフも皆さんソムリエ持ったりいろいろしてるんですけど、ワインよりビールが好きっていう。結局みんなビールにも、はい、でもやっぱりあの今子供が3人いるんですけど、はい、子供ができるとそういうバーに行く機会ってすごく減るじゃないですか。なのでたまにこうやってカクテルいただくときはものすごい贅沢な気持ちになって。いや、もう贅沢でいいじゃないですか。なかなかね、そうですよね、子供がいるとどうしてももう限られちゃいますよね、はい、こうでお出かけするにも。結構酸味あっても大丈夫です？はい、大丈夫です。はーい。バーテンダー歴はどのくらいなんですか？
33年わーすごーい。じゃあもうずっと働き出してからバーテンダーとしてでやってここのホテルに来て16年目。へえ。あれホテルってできて何年でした？ちょうど16年かな。もうできてからずっといらっしゃるっていうことですか？そうなんですよ。もうねすごい。なんかどういうご縁でここで働くことになったんですか？たまたま通りかかって、うん、ここ、はい、このオープン前ですね、はい、であれホテルオープンするのかなと思って、うん、でそれで、うん、ちょっと工事中だけど入ってきてでここってオープンするんですかって、うん、って話をしてでそこからオープンしますよっていうのでその足で履歴書を持ってきてピンときたんですね。じゃあね、でも今そのお庭ガーデンを作ったり、はい、されたっていうことだったんですけど元からそういうナチュラルな暮らしみたいなのは好きだったっていうことですか？そうですね。どうしても今、まあ、時代的にもケミカル寄りというかもうそういった寄りがすごい強くて、はい、だからできたら口に入れるものはなるべくならちょっといいものがこう体にとって喜ぶようなものが食材があるといいよねっていうのはあってでそれでこうちょっとうちの社長さんやら役員やらに後々はこのバーから見えるところでハーブ育てたりとかそういったので行きたいですよっていう話をしててで休館日でちょうどチャンスと思って、うんうんでも勝手にいろいろやっちゃいました。じゃあもう十何年越しのなんかこう夢が叶ったような感じですか？そうなんですよ。でも今最高ですね。そうですね。だからもう一回畑作っちゃうと欲がどんどん出てきちゃってで沖縄のこのシークワーサーも植えてはいるので、はい、指揮官とかもそうですけどやっぱこういった柑橘系を植えるとこういって本当にもうファームトゥーグラスというかもうすぐ畑から直で取ってきてお客さんのグラスで提供っていうものをできるので最高。レモンも植えたくなりません？そうなんですよ。レモンもあとこのカクテルに使う材料とかも結構持っていこうと思っててでそれで今この土壌にしてそこから始めていければなとは思ってて、ここのホテルはやっぱり土作りが完璧だからどれを何を育ててもきっと美味しくできるじゃないですか。でもそうですね。これは身をもってこの土壌がどれだけいい土壌にするのかなっていうのがテーマだなというのはすごいもう肌で感じましたね。今養蜂も始められて蜂蜜も取れるようになってくると、はい、なるとその蜂蜜を使ったカクテルなんかも、はい、また幅がすごいもう構想入ってますのでだからもうちょっと待ち遠しいです。楽しみ。一番人気のカクテルは何ですか？オリジナルのジンジャーエールだったりあとはけどモヒートだったりが少しきび糖を入れますね。はい。ちょっとかすかにほんのり甘みを。ラム酒は大好きです、はい、飲めます。好きです。
使うお酒がこちらですね。パラグアイからのオーガニックのラムですね。まあ、このラム単体でもすごい美味しいんですよ。なのでこう出すときにちょっとラム好きな方は別添えで出してラムだけの味わいをやってもらって、でグラスに注いでっていう。ちょっとそれでお願いしますって好きですねじゃあ別添えでいきますね。わいわい。沖縄でも結構ですねラム作ってて、んー、でどうせならちょっと隠し味ではないんですけど沖縄のラムも使いましょうか。ちょっと伊江島さんのラムなんですけど、少しラムって原料は何なんですか？サトウキビなんですよ。で私たち会社も今サトウキビ作ってるので後々作りたいなっていう、もう何でも叶っちゃいますね。もう本当に最高。そのグラスは琉球ガラスですか？そうです。結構ね今この琉球ガラスさんも車とかのこのガラスとかで SDGs やってて、そういったのでのグラスとかも今どんどん取り組んでて、まあ私たちもちょっとそのグラスとかも次使いたいねって話をしてて、ちょっと飾りますね。なってるかな、まあ、先ほどの惣菜をふんだんに。ジャングルですねでこれはレモングラスですね。ちょっとレモングラスをちょっと縛っ、かわいい。できた。わーお。でこれ自体もちょっとこちらラムも入ってるの で、はい、でこちらが熟成されてるので、うん、ちょこっとこのラムも飲んでみて、はい、でその後垂らすとちょっと上にこう層が出てる。あとも混ぜてもらう。はい、ありがとうございます、はい、いただきます。ちょっと先にこっちからちょっと軽く舐めるような形で。あ、すごい。でもなんだろう、香り高いのと、そうリッチ感があってすごい甘みが、そう美味しい。これそう、これだけでもすごい美味しいんですよ。すっごい。でこれを入れるんですね。そうですね、上に流してもらったら。せっかくなんで。ちょうど上の方に綺麗な層構造に。おー、いいですね。大体このスタイルな感じですね、はい、軽く混ぜた方がいいですか？はい、軽く混ぜていただいて、はい、いただきます。うん、爽快。なんかこう甘酸っぱい感じの柑橘も入って、
でミントの爽やかな香りもして、ミント感も出てます、うんうん、出てます。おいしい。これぞアースですね。よかったです。ちょっとこの飲む前までがすごいもう心臓がすごい緊張で、おいしい。甘みもあるから、なんかこうあれですね、気づかないうちにガブガブ飲んじゃいそうな感じの味なんで。ああ、よかったです。気をつけながら飲みます。ありがとうございます。レモンがね、ちょうど2分の1半分絞ってるので、うんうん、結構わりかしレモンの酸味もうまい具合に調和してるかな、じゃあ相良ちゃんのも作ってもらってバイバイ。コーク、はい、はい、最高これ。うん、ちょっとこれ本当ガブガブ飲んじゃいそうで。はい、お待たせしました。こちらがアースバージョンのラムコーク。アースバージョンのラムコーク、いつもと何が違うんですか？先ほどこっちにも使われた県産のレモンも絞ってて、うん、でこのコーラ自体が、はい、うちでスパイスと、うん、まあオレンジ、レモンなどスライスして、はい、で煮詰めて、で黒糖で味整えて、でそれで作ってるので。わ、じゃあコーラが手作りなんですか？クラフトですね。素晴らしい。ちょっと舐めてみたら分かるんだけど、結構リッチ感があって。甘い。そう、甘い。砂糖入ってない？入ってない、入ってないです。オーガニックで。美味しいですよね。美味しい。手法的にもやっぱ美味しいです。これだけで全然そういけますよ。だからいける。結構ね、やっぱ女性の方がこれをクラッシュアイスに入れて溶けながら飲む、うん、いい。結構本当にこれ美味しい。これって熟成期間が長いとか？そうです、そうです。この色ってウイスキーもそうですけど、最初の蒸留したてはクリアなんで、で樽で、こうやって色がついていって、結構ね、ケーキとかデザートとか、うん、あとバニラアイスもこれをちょっと垂らします。うわー、それいい。あ、コーラ飲んでみます？うん、飲みたい。まず作り直しとかって言ったらすぐ一緒でこれで飲んでいい？私も飲んで大丈夫ですか？うまー。美味しい。うん、めっちゃさっぱり。美味しい。へえ、本当でもコーラっぽいですね。うん、美味しい。ありがとうございます。これはなんか夏のお風呂上がり、うんうん、いや、なんかもうグビグビ行き過ぎてますもん。グビグビ行く感じです。こっちはそっちはちょっとこうやっぱりこう自重しながら飲めるかなっていう。だからちょうどこの沖縄の暑い時、はい、うん、こうまだ日が高いうちから飲みたい。飲みたい。最高。へえ、こんな仕事あるんですね。ちょっとこんな仕事があるって悪いと取ってもらって。島津さん最高です。最高です。西表島というところに家族みんなでワーケーションに行ってまいりました。で、私の働き方としては今携帯や、パソコンがあれば、いつでもどこでも仕事ができる。